はい、今回のスタート地点はですね、ほら、正面に桜島が見えるでしょ。あ、今日はね、あれ、綺麗に見えてますよ。なんで、桜島らしく見えてますね。今日はですね、どうしよう。あそこちょっと回ってみましょうね。そこのね、沖縄とかね、奄美に行くね、フェリーが出る発着所があるんですけど、今はね、ちょうど3時だ。3時です。それで、6時ぐらいにね、この出港するんですよ。多分そうだと思う。ほいで、まだほら、乗客の方々はまだこちらにはね、来てませんけどね。6時ぐらいになるとあれかも。ここあたりにその、もうそろそろ、まあ観光客はまだ帰ってき、こっちね、押し寄せてはいないんですけども、離島方面に行く方は、県外またぎも OK になりましたからね。ちょっとここで一旦停止しますね。前よりは9月までの、まん延防止の、あれが、対策が取られていた頃よりかはもうね、増えていると思いますね。今月はですね、あれです。ドライブ動画を始めてからね、10ヶ月に入ったということでですね、勝手に Q&A という形でやってます。で、今日はですね、なぜキャラクターを加えるようになったかっていう、今まではですよ、最初はほら、辛いも標準語オンリー、今のこのパターンですね、ここはですね、なんなんでですよ、あれ、ここはどこ系でこうしてましたけど、だんだんですね、道を覚えるんですよ。ほんで、それまでは、鹿児島市内で、ほとんど鹿児島市内で生活してたのに、鹿児島市内の、極端に言ったら、城西中学校の場所さえも知らんかった。時はトンネルのことも知らんかったっていうぐらいの、鹿児島音痴やったんですけどもね。それをほら、何度かこう、行くうちに、覚えてしまってですよ。なんかね、緊張感がなくなったんですよ。で、それで、なんか、こう自分、やっぱり緊張感がないとですね、面白くないんですよ。余裕しゃくしゃくでですよ。例えば、今走ってるここはですね、どこやったっけって、本当これはね、本当にね、パッて今思い出さなかったから、あれしてると、出ちゃったですよ、与次郎って。で、ここはですね、昔、海底やったんですよ、っていうような。こうやって、あれをね、あそこの白山団地の大造成するときに、出た土砂をね、ここで、パイプで、運んできて、埋め立てて、できたんですよ、っていうのをするとですね、もうここあたりを通るときは、その説明を1回するともう2回目、3回目使えないんですよね。だからそういうときにですね、普通の話。要するに、ここを通りながら、こことは関係のない話をせんと、ほら、ここをもう、同じ道を走るときに、同じ話題がだけではいけない。面白くない。聞いてる人がね。それと私、走る方もですけども。こうやって、かと言って、黙って、走るわけにもいかない。で、前も言ったように、って言って、同じ説明をするわけにもいかないけれども、ただ、何ですかね、四季の移ろいって言うんですかね。
同じこの道でも、今ここほとんど常緑樹ですから、そんなにあれはわからないんですけど、その季節がね、今今日は12月の5日なんだけども、でもね、時刻を言えばね、今3時5分ですと、もう逆光ですよ今の時期っていうことは言えるけれども、1週間後にここを仮に通った時に今ですね3時25分さらに逆光が進みましたって言っても面白くないですからね。と言いながら、内容喋ったっただけ素晴らしいなるんですけど、あ、じゃった、あれですよ、キャラクターを使ってそうするときに、そこで、普通のほら、ここ右行きますからね、ドライブ中にもですよ、例えばここは鹿児島市の、与次郎、あ、ここは、ん？あ、与次郎になるのかな、やっぱり。いや、向こうがね、後ろがね、鴨池新橋なんですよ。あそこの県庁があるところ。だからこの辺でね、地名を間違うとね、ダジャレじゃないですけどね、地名書なんですよ。地名を間違うとね。ですからね、地名、編集の時に、ずっと音声を聞いて地名をね間違えてたりね、それからね、ここ国道3号線をね国道10号線と言ったりするんですよ本当に。でそういうのはね、もう没動画にしてたんですよ、いっぱいやった。今でもありますけどね。ここ右行きます。あれだな、すいません、最初のあそこのほら、那瀬とかあそこの奄美とかあそこのところを出るときに、今回の動画ので言いたいことを、何を言うだけっていうのを忘れてしまいましたがよ。いやね、何度も言うみたいね、やっぱりね、こう運転中ですからね、こう口から出てることよりもね、今でもそうですよ、まっすぐだけどやっぱり左側のほら、駐車してる車の間からっていう人が出てきやせんのかいっていうのが潜在的にありますからね、話がね、考えて言ってないんですよ、ただ勝手に口が動くってやつ。ここ左行きます。あ、そうだ、ちょっと待ってくださいね。あ、ここの動画が使える。ですね、このおまかせテレビに今何人か、4、5人の、今4人か、キャラが出てきますけれども、私を含めて、この運転手、を含めてですね、みんなね、記憶力がないっていう設定になってます。そして、大したことじゃないことはよく覚えていて、みんなが知っているようなことを知らないとかですよ、そういう設定になってますけど、それと自分が言ったかどうかわからないと、言ったけそれをとか、言もしたけなとか、言うたけおいやとか、言ったね私は覚えちょらんよっていうようなね設定になってますからね。なんでこういう設定になったかっていうのはもう説明はいらんですよね。もう本当ね、私がね、もう私そのものですからね。それとですね、もう一つは、友達から聞いた話とか、それから、何人かの友達から聞いた、ああ、ここずーっと詰まってる。右折。はい、ちょっと重複するかもしれないですけども。要するに、一人の友達から聞いた話
をそのまま言う時があるし、何人かの話を聞いた、何人かから聞いた話を一つにまとめたり、一人の人が言ったいくつかの話の中からどの部分かを引いたり、それから女性の、から聞いた話を男から聞いたような形にしてですね、そういう風にね、する性、ちょっと待ってくださいね。ここで左ね、スターバックス。スターバックスに入るのにね、ずーっと並んでた。まあね、このね、コロナ以後のね、動画はね、またね、本格的にバンバンあれしますからね。あ、まっすぐ行こう。まっすぐ桜島ですね。ここちょっと左に行きます。左折しますからね、またあそこをね、正面に行ってね。それと、設定で、あ、そう。みんな歌歌いません。これもわかりますよね。もうね、俺は歌を昔から歌わなかったっていう人もね、あれもね、全部ね、もう私に、振るようになります。振るようにっていうのはですね。はい、繰り返しますね。ここに、おまかせテレビに出てくるキャラはですね、みんなね、歌をね、歌わないんですよ。本当は歌わせたいんだけども、ね、声を変えてでもですよ、ジロキさんだジロキさんの声で、お姉さんはお姉さんの声で歌わせたいんだけど、その4人が4人ですよ、この、オンチチ歌ですね。どうも、あれですもんね。成立しないですもんね。やっぱり4人が歌うんだったら、1人がとてもうまい。1人がそのモノマネができる。誰々にそっくりとかですよ。それから1人が、まあ、なんていうかな。声が異常に高い、異常に低い。で、そこに、音痴が入るっていうんだったら、このバラエティに飛ぶんだけども、4人が4人、5人が5人、こう、音痴だとですよ、土下もならんから、そのね、今考えているのは、その、すべてのキャラクターに思い出の曲があるわけですよ。だけどちょっと歌えないから、お前に歌ってくれって、私に振る。そうですね、さっきの振るって意味はね、振るような設定になると思います。ですからね、私はやっぱりね、歌わないかんとですよ。それでね、これはもう生のあれだけども、友達がね、歌えって言うわけですよ。ほんで一人の友達はそのあれを音痴を売りにせえっちゅうわけ。音痴がなんとかって、それはね、だけどまあ私はね、売りにしなくてもね、もしかするとですよ、自分ではね、治ると思ってるんですよ。本当に。それはすぐにかどうかわかりませんよ。昔はね、歌は下手だったけど、上手くはなかったけど、音痴じゃなかったんですよ。厳密に言えば音痴かもしれないけど、そういうあれで。ああ、あれだ。もう出発点に帰ってきたんじゃないけ。じゃあですよ、ちょっと、どれぐらい喋ったかわからないですけど、一旦はこの辺りでお開きにしましょうかね。はい、ありがとうございました。